はい、今回はね、現在開催されている Amazon プライムデー、こちらをお得に利用する方法紹介していこうと思います。Amazon プライムデーに関しては普通に利用するだけでもね、かなりお得なセールになっていると思うんですけれど、プラスアルファキャンペーンがいろいろやっています。その中に期間中に1万円以上のお買い物をすることによってポイントが獲得できるキャンペーンやっています。これどんなもんかっていうと、最大でね 10.5% のポイント付与されるって書いてあるんですけど、大体の方はそこまで付与されないで、ルルカの場合に関してはプライム会員の 3% プラス15日16日両方購入する予定なので 2% 付与ということでね、 5% のポイント付与されるというキャンペーンになっています。で、上限の方がね5000円になっているんですけれど、ルルカの場合 5% 還元ですので、まあ、10万円のね購入までに関してはポイントが 5% 付与される形になります。ただでさえお得なプライムデープラスアルファ 5% 還元、これはねかなり大きいと思います。この 5% 還元っていうのは1万円以上ね購入しないと受けることができないんですけれど、まあ、このね 5% 還元っていうのをノーリスクでね、まず最初に受けることができる方法を紹介していこうと思います。1万円以上購入される方であればね、この方法利用しなくてもいいんですけど、まあ、そういう方でもね使って損することはないんで覚えておいてほしいんですけれど、ソード外1巻購入していただきます。この本を購入するっていうのが必要なわけではなくて、まあ、右側見ていただければわかると思うんですけれど、こちらの本 Kindle 価格575円になっています。で、ポイント還元がね575円ということで、購入金額が 100% ポイントバックされます。で、さらにこのポイントっていうのが、Kindle 本のね購入した際に返ってくるポイントって付与がめちゃくちゃ早くて、30分以内ぐらいにポイントが付与されます。この 100% 還元の本っていうのはこのソード外だけではありません。その他にもねかなり多くて、概要欄にねルルカのブログ貼っておこうと思うんですけど、そちらでも紹介しているんですけれど、 100% 還元される Kindle 本だけでもね1万円分以上あります。ここまで聞けばねわかる方多いと思うんですけれど、最初だけはポイントもしくはねクレジットなどで本を購入する必要があるんですけど、まずこれで購入します。そうするとそのポイントっていうのが 100% 付与されます。で、その付与されたポイントっていうのはかなり早めにねポイント付与されますので、そのポイントを使ってさらに 100% 還元の本を購入します。ポイントで購入したものに関してもちゃんと Amazon はポイント付与されます。なのでそのポイントを使ってまた違う本を買うっていうのを繰り返すことによって、ノーリスクでね、1万円分の購入をすることができます。まあ、最後にね、買った本のポイントっていうのが残ってしまうんですけど、結局ね、プライムデーに利用するっていうのを前提で始めるのであれば、最終的にね、Kindle 本以外のもの、まあ、もしくは Kindle 本でもいいんですけれど、何かを購入すると思いますので、その分に関しても、損っていうのは出てこないと思います。で、さらに言うとね、もともと1万円分購入される方であっても、その一番最初に1万円分購入する Kindle 本に関しても、5% 付与っていうのがされますので、まあ、単純にね、1万円分 Kindle本買ってればね、後からプラス 5% 分の500円のポイントかなが付与されますので、まあ、それだけでもねそもそもがお得になってくるので得しかない状態になっています。あとはねもうそっから先に関して、まあ、ルルカであれば10万円分までに関しては 5% ポイントが付与される形になっていくので、 Amazon プライムデー自体でお得に購入できる中、さらにルルカであればプラス 5%、 人によっては、ね、上限すると思うんですけどポイントが付与されますので、かなりねお得に Amazon プライムデー購入できるんじゃないのかなと思います。さらにね現在ね開催されている D 払いを使うことによってお得に利用することもできます。それに関してはねこの辺に動画の貼っとくのでぜひ見てください。今回はね Amazon プライムデーお得に利用する方法紹介させてもらいました。今後も、まあ、こういうちょっとした裏技情報だったりとか、キャッシュレス格安 SIM だったりとか、まあ、いろいろな情報のね動画毎日更新で上げていきますので、よろしければチャンネル登録、いいねコメントお願いいたします。サブチャンネルに関してもね動画の更新していますので、よろしければ登録のお願いいたします。今回も動画の最後まで見ていただいてありがとうございました。